みなさんこんにちは、トリピアノチャンネルのトリキです。いつも大変にお世話になっております。今日はショパンのノクターン1番を弾いていきたいと思います。2番は有名な、誰しもが好きなあれなんですけど、これが2番なんですが、1番はこれとは全く違う曲で、もう少しアンニュイな感じのフレーズとか哀愁を帯びたフレーズとか出てきます。またショパン特有の右手がちょっと早く動くようなものも出てくるので、弾き応えもあるし聞き応えもある。それとそういう速い部分をやっぱりグランドピアノで弾いた方が本当に美しく聞こえるところかなと思います。アップライトでやっぱり弾いて聞くのとそこは大きな違いがあって、グランドピアノで弾いて本当に美しさがこう映えるような奏法が入っている曲になります。うちのチワワが妊娠してる時にいつ陣痛が来るかわからないという状態で、どうしても出かけられない時ずっとこの曲をなんか弾いてました。出産への不安もちょっとあり、その明るい曲を弾くというよりはノクターンの1番がちょうどいいかなという。私はノクターンの中では本当は1番が1番好きです。シャレではありません。そういった曲になります。では今回その曲が非常に長いので、こういったギミックを使って撮影をしていないので、撮影の部分は本当に素の状態でちょっと見苦しいかもしれないんですが、ぜひ音だけでもお聞きいただければと思います。またチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。Thank you.